はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。生食はやめろということで、皆さんレバーの生食はやめましょう。今日はそんなレバ刺し大好きな皆さんにお届けする動画です。合法レバ刺し用意しました。それでは早速やっていきましょう。現在皆さんもご存知の通り、牛や豚のレバーの生食は禁止されています。2011年にとある焼肉店にて食中毒事件が起き、その事件を受け大規模な細菌検査を行った結果、レバ刺し用に加工された牛レバーの内部から腸管出血性大腸菌 O157 が検出されました。検査が行われる前までは内部に O157 は生息しておらず、生食可能と言われていました。その事件をきっかけにレバーの生食は法律で禁止になりました。なので現在は牛レバーは加熱用として提供されています。 O157 は中心温度75度以上で1分加熱することで死滅すると言われています。現在どこのお店も加熱を想定して基本的にレバーを仕込んでいるので、まな板や包丁の使い分けなどがしっかりと行えていない可能性もあります。もしかしたら肉を切ったまな板でレバーをカットしていたりする場合もあります。そう考えると事件以前より自己判断で生のレバーを食べるのはリスクがあると言えるかもしれません。ちなみに豚のレバーは E 型肝炎のリスクがあるので生食はやめましょう。ということで出だしからなんだか暗い話ですいません。レバ刺しが禁止って言われてもやっぱりレバ刺しが食べたいって方も多いですよね。今日は合法でレバ刺しが食べられる方法を紹介します。こちらが今回用意したレバ刺しです。すいません、正確にはレバ刺しの代用品です。ネットで見ていて面白そうだったのでお取り寄せしました。左から万南ミールカンパニーの元祖万南レバーです。これはこんにゃくを原料に作られたレバーを再現した商品です。真ん中は株式会社長根商店の森のレバ刺しです。これは天然のアミタケと呼ばれるキノコを使った商品です。最後一番右は冷蔵庫にあったアボカドです。昔ネットでアボカドに塩ごま油をつけて食べるとレバーっぽいとか見た気がするので試してみます。まずは万南レバーを袋から取り出し、ザルで水を切ります。特に水洗いなどは必要ありません。持った感じは確かにレバーっぽい気もします。色はかなりリアルに再現されています。お皿に盛り付けてネギとごまをかけて完成です。付属でごま油がついていたので別皿に用意します。これ自体に結構味がついてるみたいです。次は森のレバ刺しです。同じくザルで水を切って軽く流水で洗います。持った感じはヌルヌルで、レバーっぽさはさっきの万南レバーの方がある気がします。色は牛レバーよりは豚のレバーに近いです。こちらは付属品はありません。これ自体に薄く塩味がついています。同じようにお皿に盛り付けて完成です。最後にアボカドを半分にカットして種を取って皮を剥いてカットします。お皿に盛り付ければ完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は奈良県の奈良ブリューイングさんのココナッツボーイズを飲んでいます。このビールは神奈川県茅ヶ崎市のブルワリーバーバリックワークスさんとのコラボ商品です。ビールには珍しく名前の通り副原料にココナッツが使用されています。色は白く濁った黄色です。一番にトロピカルなフルーツのような香りを感じます。この段階では想像していたよりはココナッツの感じは強くありません。口に含むとしっかりとしたホップの苦味があり、余韻でココナッツの甘い香りを感じます。アルコール 2.5% なのでもっと薄い感じを想像していましたが、しっかりとした飲み応えがあります。何も言われずに飲んだら普通のビールよりアルコールを強く感じるかもしれません。それくらい満足感があります。それでは万南レバーから食べてみます。今回は付属のごま油と塩ごま油を用意しました。まずは何もつけずに食べてみましょう。しっかりと味がついています。だしっぽい味や酢の酸味、甘さもあります。ラベルの裏面を見ると結構いろいろな調味料が使われています。レバーというよりこんにゃくを使った一つの料理かもしれません。食感はレバーっぽさは少しありますが、とろける感じはなくこんにゃくを食べている食感です。この薄切りな感じが大事かもしれません。ごま油をつけて食べるとレバーっぽさを少し味わえます。つまみとして考えたら全然 OK ですね。次は森のレバ刺しを食べてみます。まずは何もつけずに食べてみます。次はごま油をつけて食べてみます。
うん、これはレバ刺しです。食感がかなり近いです。風味のない牛レバーって感じですね。ごま油をつけることでその辺も補えるので、さらにおろしニンニクとかをつけて食べたらレバ刺し感が増しそうです。正直これは舐めていました。キノコがここまで牛レバーに近いことに驚きです。原材料もとてもシンプルで、味付けは塩のみです。かなり薄めの味付けなので、塩ごま油で食べるとより満足感があります。最後はアボカドを食べてみましょう。うん、分かっていましたが、これはアボカド刺しです。オチは完璧です。これはこれで美味しいですね。もし皆さんの知っているレバ刺しの代用品とかあれば、ぜひ教えてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。レバー代用品いかがでしたか？代替肉とかいろいろ新しい食材が盛り上がっていくのも面白いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。ぜひレバーのさばき方動画でやってるんで見てください。お願いします。鶏も牛も豚もなんならイノシシもいろいろやってます。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。